こんにちは、谷川絵音です。今日は、ルアーの紹介をしたいと思います。ルアーといってもただのルアーではなく、まだ未発表ですね。このルアーですね。ちょっと変わったルアーだけど、これがね、渓流の解禁量前ギリギリにできたんで、まだ未発表っていうかね、表立ってはいないんだけど、これがね、ジョイント式のリップレスミノーになってます。ちょっと変わってるね。でね、これがちょっとどういうルアーか説明すると、まずこう頭が下がって後ろの方が浮くようになってるんで、水に投げた時にこういう感じで、こういう姿勢です。で、糸を引っ張ると、頭が下がってるんで、こう引っ張ることによって、ここに水の抵抗を受けて泳ぐっていうルアーですね。それが思いついて作ったっていう経緯があるらしいです。これはラブリークラフトから出てる、リップレスジョイントミノーサラマンダっていうルアーなんだけど、まあ、こういうふうに、ここがね、リップの代わりになるっていう画期的なミノですね。でね、動きがね、変わってて、こういう動き、普通のミノだったら、まあ、リップがついてて、こういう風なやつ、動きとか、こんなローリングしたり、ウォブリングしたりするんだけど、これはね、見たことがない動きですね。なんか、こういう動き、こういう縦の動きをする、ミノーっていうかルアーになってます。でね、これがね、源流の、イワナをターゲットにして作られたんだけど、これをね、今この後の動画で流すんだけど、まあ動きのテストをしようと思って、アマゴのね、最後行った川で試したんだけど、アマゴがね、結構釣れたんで、それを動画に収めてます。で、このルアーでアマゴを釣ってる様子をこの後見てもらうんだけど、まあまあ面白いルアーですね。はい。これ来年ね、ちょっとフィーバーなってくるやい、流行ってくるやいいなと思って、すごい、本当にね、こう、遊び心があるっていうかね、面白いルアーでね、ぜひともこう手に入れた人は使ってみてもらいたいね。はい。ということで、ラブリークラフトから出ているリップレスジョイントミノーサラマンダですね。はい。世にも奇妙なルアー。これは大きいタイプで、これはね、ブラックバスとかシーバスをターゲットにして大きくしてあるんだけど、これでかい。まあ、多分釣れると思うんだよね。これも動きがね、こういう感じで面白い感じですね。こうなったり、こうなったり、なんか、すごいです。浮き姿勢はこんな感じ。はい、それでね、予想外にアマゴがね、結構釣れたんで、動画見てください。で、来年ね、これを手にするチャンスがあったら、使ってもらえれば、面白い釣りができると思います。はい、それでは動画の方行ってみましょう。スタート。取れてきたね。せっかくこれ濁ってるからこれ使おうかなと思ったけど、濁りが取れてきた。ジョイント、おお、ってくんね。そうだけどな、リップレスジョイント。おちゃ、おちゃ、あぶれた。ああ、今のは釣りであった。リップレスジョイントの実績を。絶対普通に釣れそう。あう、石にヒットした。おお、でけっ、でけっ。
よしよしよし、あげろ、もうあげろ、やった、やげ、潜ってきたね、サラマンダに釣れたよ、アマゴが写真を撮らせて、こいつは可能性が、すごい可能性を秘めている。すごくないですか？ちょっとすごくないですか？ちょっと写真撮っておこう。これは尺クラスがたくさんいるような川でやってみてなきゃな。すげえと思うよ。バン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 、ガボ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 。よいしょよいしょ、ビヨン、すげえ釣れるじゃないかよ、面白い。これはね、流行らせたいな、なんとか流行らせたい。来るんだが、今のはヒットにいたら、持ってくるけどな。いいよ。おっと、まあまあでかい。ああ、小さいの変わった。ああ、あれが小さいだな。小さいのにも変わった。大きいの変わるよ。あ、どうだすげえ釣れるな。すごい釣れるぞ、おい大きくない。まあ釣れるな。マジかよ、アマゴが釣れるんだこれ。すごくね、これ。これ丹沢おかわりでイワナを狙う。おお、来た、いたね、あの岩陰に。もうだね、もうバレた。おお、釣れるよ、おい釣れるよなんだこりゃ、普通になんか普通のルアー並みに釣れるの。アマゴだぞ、アマゴ、すごくねこれ。行く行く行く、来たよ来ました。よく釣れたな上からの逆引きで。あ、外れた。よく釣れたと思うね、今のは